ただいま。遅くなっちゃってごめんな。学校出る頃には雨が強く降ってきて大変やってん。傘なんて持ってきてなかったから、他の先生の置き傘持ってっちゃえってかすみ先生が言ってくれて助かったわ。ちょっと濡れちゃったけど。よしよし、今日はひろしがいてくれたから寂しくなかったやろ。ひろし、今日は本当にありがとう。君がいてくれへんかったらレイを飢え死にさせちゃうとこやったね。ひろし、どうしたん？なんかひろし変やで。だの。よ、なの。最低。帰ってお願い、もういいから帰って。ぷったりしてごめんなさい。でも帰って。帰って。
話してよアホ。教えろって何を？レイコのこと？見たやろ？そう、私は自分の姉にも最後まで受け入れてもらわれへんかった。違うわけないよ。君も見たんやろ？あの最後のページ。何も知れへんくせに何を慰めようっていうの？お父さんからずっと智子が死ねばいいって思われてた。麗子が死んだ後は私を麗子って呼ぶの、なんでやと思う？お父さんが変になっちゃったのも全部私のせいだから、だから私レイコの好きな本を買ってきたよ。レイコ、何か欲しいものはないか？レイコ、病院から薬をもらってきたよ。そう私に詰め寄ってくる。だから私はお父さんのためにレイコを演じ続けてたの。でも違うの。私は麗子じゃない。私は智子。麗子の代用品じゃない、智子なん。何年私いい子にしてたよ。悪いことなんかしてないよ。お父さんの言うこと優しくしてもらうためになんだってしたよ。
にどうもしてほしくない。でも なんで君が泣いてるの？私をこれ以上一人にせんとって、お願いやから。シャワー先に使っていいよ。電気消していい？どうした？うん、見
ればわかるよ。大丈夫、ヒロシやから。他の誰でもないヒロシやから。好きやで、大好きやで。あまり見つめられると恥ずかしいよ。朝やで。なんか
昨日の夜な。すごく素敵やった。とってもあったかな気持ちに包まれたよ。朝ごはんの支度できるからね。君の方がよっぽど生々しいよ。